死神が作ったお守りとか呪いのお守りなんじゃねえ。四つ葉のクローバーは幸せを呼ぶんだよ。関係ねえよ。死神が作ったものは何でも呪いのアイテムになるんだよ。お前も呪われちまうぞ。やったー、ありがとう西村さん。いや話聞いてた。だってさ、呪いのアイテムなんて珍しいじゃん。お店で売ってるの見たことないよ。当然だろ、そんな死神が作るようなもん売っててたまるかっつーの。確かにそうだ。こんなの世界に一つだけだもんね。西村さんが作ってくれたお守りは、だから僕すっごく嬉しいんだよ。うん。